い、どうぞ、こちらのです。今回はこちらのね、困難キャンペーンのロベル使ってボトスター挑戦してみたいと思います。はい、キーソードロックですね。これは使ってみたかった。で、使ったデッキがバーダック BR、ラディッツ少年期 BR、で、ゴジゼの暗黒メチカブラ、ヤムチャとしてアバターというデッキですね。このキーソードロックがバーダック&ラディッツとめちゃくちゃ相性が良くて、これね、キーソードロック持ちって、2つの条件があるんですよ。まずキーソードを当てるためには、亀裂してはいけない。そう、これ絶対条件ね。亀裂したら、キーソードロック打てないから。で、2つ目にチャージインパクトで勝つ。キーソードロックバトルのチャージインパクトっていうのがあって、これに勝つって、この2つの条件があって、まあ、今までのアクションからすると、まあ、最難関なんじゃないかな。うん、ゴッドメテオにプラスアルファで効果ついたみたいな感じだからね。だから本当に難しいんですけど、効果がもう強い強すぎる。この全てのアビリティ効果を発動させなくするっていう。で、これがよく分かんなくて、まだこういうさ、タッチアクションとかも無効化できるのかが分かんない。それができるんだったら相手のキーソードロック持ちをロックできるんで、そういう使い方もね、できるじゃん。おお、スーパーハーツいる、かっけー。はい、完全にディオ様っすね、あれディオだねはいはいはい、あー、はっちゃんか、まあ、若干きついけどなんとかなりそう。 HP2 万3000と、はい、ノーアマですね。さあ、1ラウンドとりあえずバーダックまだ切るの早い気がする。この感じだと別にまだ切んなくてもいいかな。あんまり出してこないでしょ。あ、でも仮面をちょっと怖いけどね。まあ、いいや、そしたら、いや、買い押しも下げて、これでいいんじゃない。あー、ごめん、メチカブラ出そう。これ出さないとあれがね、発動しないんで。さあ、こんな感じでいいんじゃない。で、一応リンクだけ当てよう。行きましょっか。さあ、お相手が下げろ下げろ下げろ。あー、4人出しか。まあ、これなる気でしないでしょ。はい、これいいよね。メチカブラのアビリティがだいぶ強い。ただね、この暗黒王メチカブラもね、ちょっと癖があるカードで、これサポーター依存の効果にしては発動方式がアタックっていうことなんで、これをアタック化にしなきゃいけないんですよ。だからそこが若干アビリティとの相性が悪いというね、欠点が、まあ、あるんですが、まあ、基本的に出しておけば問題ないと。さあ、まあ、とりあえず先行取ったんで、これは確実に投げられますね。はい、そうなんだよね。亀裂、まあ、怖いって言っても先行して取っちゃえば関係ないから、このラウンドは確定でキーソード打てます。あとはチャージに勝てるかどうか、それが怖い。ゼガヒでも勝ちたいね。で、あとキーソードロックバトルのチャージインパクトスピードがシャンパに影響されるのかがちょっと分かんないんで、それも今回検証できますね。さあ、最速、お、いい感じ、いいねいいね、結構減るね。あー、出た出たとりあえずそれなりに減らしたい。あー、でもはっちゃんか、そっかそっか、貫通落ちただけだもんね。いやー、未だ現役っすね、はっちゃん。まあいいね、それなりに与えましたね。まあまあいいんじゃない。で、とりあえずこのタイミングでキーソードロックが発動すると思うんですけど、どうでしょう。あれだもんね、これラウンド指定ないもんね。はい、来たー。さあ、タッチアクション、どんな感じなのか。おお、すごい。ごめん、ちょっと下画面見せますね。じゃーん、こんな感じになってます。次のラウンドで怖いのは誰かな、誰かな、これだ、ハッチャ狙います。はい、来た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 。おー、ロックチャンス、ロックチャンス。おお、でかい、ミラクル出るんだ。はい、来ましたね、ロック成功。でかいでかい。はい、封印成功。これで次のラウンドハッチャンは発動しない。でかいな、さすが私、言ってくれるんだね、さすがロベル。食らい上がれ。はい、さっきのチャージインパクトのスピード見る感じ、おお、いいね、見た感じシャンパ影響してないっぽいんだよね。
っちゃ分かんないけど、なんか結構遅かったから、どうなんだろう、シャンパー影響ないんじゃないかな。いや、とりあえずロック成功ですね。オッケーオッケー。まあ、仮面王でもよかったんだけどね。ちょっと悩むよね、これ。どれにしようっていうのがすごい悩む。ただ、こっちからすると2で削り切りたいので、もう8ちゃん封じて、ガードアップをね、封印した方がいいかなっていうふうにね、ちょっと判断しました。さあ、もう何も怖くない。ただただ、17号でエナジー破壊されちゃうんで、まあ、ゴジータの転送で、フォークアップは狙えないっぽいっすね、次。削れるかな ?1 万8000でしょ、まあ、とりあえず、アタッカーいっぱい出そっか。さあ、バトルアプリはね、気力 40% ダウン使います。さあ、ここで一気にね、亀裂も狙いに行きながら、先行も取りやすくすると。そしたらもう全出しでいいか。あー、でかい。おー、素晴らしい。素晴らしい。はっちゃん怖くない。あー、いいね、いいね。したらね。行こう。からの、さすが私。いや、決まったわ、これは。で、あとはね、ガード位置、あ、そっか、ガード位置ないんだよね、そういえば。思い出した。エナジー3破壊があるから、ガード位置がないのか。まあ、なんとかなるんじゃない?あー、ロックオン。したらこれで貫通。まあ、ヤムチャは火力通せんだけど、ここがちょっと厳しいかな。あと気持ちでもうこのメチカブラのね、まあ、3000ダメージがあるんで、まあいけなくはないと思うけど、いや3個ってのがちょっといやらしいよね。あー、これで4個か。おー、きつい。シャンパー合わせて4個で、こっから全員最速、ま、なるべく当てるしかないですね。とにかく攻撃を当てるしかない。いきましょう。さあ、まずは転送。やーべえ、硬い。マジか、硬すぎ、硬すぎてちょっと笑えないですね、これは。あ、待って待って、なんかマークついてる、マークついてる。あー、開いた。なんか封印の封って書いてありますね、あそこに。こうなるんだね。はい、残り 16,500 はちょっときついかもしんない。ちょっときついな。あー、あ、待って、3、あ、貫通にならないんだ。うわ、きつい。ゴジータがギリギリ貫通にならない。うわ、それはやばい。マジか。あー、ダメだな、ちょっとダメだな、今日最速パーフェクトが出ないですね。いい線はいってんだけど、亀裂狙いたい。あー、オッケー、ミラクル。さあ、これでゴッドラマの効果超アップで、相手も最速ですね。さらに封印も、ね、復活も封印していくと。はい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 、オッケー。気絶、おー、オッケー、2人気絶。さあ、どこぐらい入るかだよね、これ。 2.5 倍って言ってもさ、ガードが高いからそうでもない気がする。俺、待って、え、待って、そんなに入る?おお、マジか。え、待って、ラディッツ化け物すぎでしょ。あ、まあ、気絶で2倍だとしてもさ、そっかそっか。あ、じゃあ行ったね。はい、残り2000切ったので、はい、暗黒シェンロンの範囲内になりましたね。ダブル、いや、せっかくだったら暗黒シェンロンで終わらせよう。大輝さん、これが強いんだよね。さあ、これで復活の封印してるので、パーフェクトゲームですね。はい、3000ダメージ、でかいなこれ。はい、与えるダメージ 25% ゲームもなかなかいいね。という感じで今回は、今回のキャンペーンロベル使ってバトスター挑戦してみました。はい、これ個人的にイラストもすごい好きなカードで、このキーソードにロベルさんがこう足組んで乗っかってるっていう、で、こうなんか、いつもの杖持っててさ、こう導いてる感じね、すごくいいよね。はい、
いや、で、まあ、やっぱ強かったね、この、アビリティ封印、やばかったっす。まあ、いろいろ条件はあるものの、アビリティを封印できる唯一のカードなんで、まあ、皆さんもぜひぜひね、シャンパとか、ミラクル封印とかね、使って、ちょっと、はい、使ってみてください。という感じでご視聴ありがとうございました。